です。出発前ですけどね、出発前には単車の点検をしなきゃいけませんよ。昔ある念押者知恵袋東部橋目、あれはね古い、最近はね千代ビタドリンクですよ。千代ビタドリンクいいですか。まずチェーンどうですか。これドボドボの油でフォーストのオイルをねドボドボかけました。チオビタドリンクチーオイル、オイルこの前買いましたからね、オイルバッチリ。 B はねこれはね一応ねビリビリって感じでね、これは電気関係、電気完璧でね、チオビタドリンクのタ、これはタイヤですよ。どうですかこの TT100、 つまり完璧ってことですね。ね、残りのチオビタドリンクのドリンク、これ何意味わかりますか。これわからない。これとはこれはね、俺が昨日酒を飲んでその酒が残ってるか残ってないかっていう話なんですよ。残ってないから大丈夫です。行ってきます。変わらずこれふてぶてしい面構えですよ。これだいたいその物がどこにあるんですかね。富士スタートですっていうの誰も見てきてるからちょっとおるんですよ。この東橋アンド姉貴がいないんですかね。これかな、こっち側の風呂をしてますからね。あ、これだ。決まったけど、総合案内所が分からなかったですね、これ。総合案内所どこですか、総合案内所。総合、見てください、この楽しげ、楽しげな仲間たち、これ。あれ？おい佐々木そろそろだって書いてますけど大丈夫ですねこれ。これはひどい。前歯4本ないですからね。これ針に勇んで出た。なんですかシルビアじゃないですか。針に勇んできたんですけど、スタンプラリーの台紙がないっていうことが気がつきましたね。そしてインフォーメーションのお姉ちゃんの姿もなかったっていうか、はい、インフォーメーション自体なかったんじゃないですか。いやなんか空き家なんかこう総合案内所っていうなんか、はい、箱はありますね。全く案内はしてくれませんでしたね。我々ねちょっとねハンコを押せずに今ハリテラスの内部をですねうろうろ徘徊しておるんですけれどもどうしましょうねこれね。こうなったらもう体に1個ずつ行くしかないんじゃないですかね。いや俺もそれ考えたんですよ。手の甲とかですね最後。ちょっとねこのね天然温泉このね色吉のハリ温泉ランド、ここにパンフレット台紙が残ってないかどうかちょっと確かめてみたいと思いますね。10時オープン、これここで温泉入って酒食らって千葉県に行きませんからね。これ南大和のために思いっきり空いてません。だから僕たちはとかね。いや全くね、やっぱね計画の詰めが甘いんじゃないですか。はっきり言ってなんかこう思いついてやろうかとやろうやろうって言うんやけど、結局のこれきちんとした下調べが全くできてないってことでしょうね、うん、これ、でこれあれ全部あれ集まってるあの単車なんかみんな僕らと一緒に、ね、回ってくれるお友達ですよね。そうそうそう、どう説明したらいいんでしょうね彼らにね。全くね今ね彼らに近づけないでいますよ今正直ね。どうなの、台紙はどうなったのって詰められてくるね、言われるよ。なんかあれさっき増田じゃねえみたいな感じで見てるやつおりましたしね実際ね。ちょっとね人相悪かったですしね、だんだん困ってきました。この人かな、これもかな、隠れよこれね、ハンコがね欲しいんです。これ実際これ持ってますよ。しかしこれ押せないでおるというこの悲しさ、これね佐々木さんのさっきのアイデアではですね、これね死ぬほどインクをつけてどっかに貼って乾かないうちに台紙のとこまで行って転写するとか言ってましたよね。バレンかなんかでこうそれはねその鏡文字系やめたいと思います、ね、困っちゃった。スタンプ設置がしよう。
ここが問題やね、キャンペーンセットを入手、しかしどこで入手できるかはわからないんですね、これね。またこいつですか。え、もしかしてこれ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 、針になかったんですよ。なかったですか。そう、これ用紙がなくなったかな。そうなんですよ。ほんで僕らね、失意のうちにここにたどり着いてですか。よかったです。まだいや、はい、なかったらもうどうしようかな。いや、30日まで行けるように置いてるんで。さすがですね。よかった。よし、 OKOKOK。 ほんじゃあ一発目いきます。え、あそこ違うんじゃないですか。え、あそこですね。上下、え、正解。よっしゃ、あイエス、オッケー。やっと、よかったですね。なんか真剣、これでマジでスタートはできたって感じがしませんか。そうです、何してたか分からなかった、ね、木の香りもいいし、よかったよかった、うん、じゃあ今度俺もですね、大淀の道の駅さんでやっと、スタンプラリーが来週と言えましたので、一発目僕も押してみたいと思います。どうですかこれ、どこかな。いきますよ、3、2、1、イエス。大淀アイセンターはいいですね。ちゃんとあの台車を用意してくれてるし、それに見てくださいこれ、SRX400 置き場もちゃんとありますよ。なんで SRX400 なのか分かんないんですが、ちゃんと単車置き場も用意してくれてあるんですね。とても良心的。着きましたけど、めちゃめちゃ寒かったですね。どうもしようもない寒さですよ。えらい遅くなってしまいまして、誠に申し訳ありませんでした。パリにこれが置いてなかったんです。ほんでこの台紙探しにね、何分も何分もうろうろしてそうですか。そういうことやったんですよ。もうあとね1時間ぐらい早く来る予定やったんですけど、やばい、くやったら遅いよ遅いよって言って、さっきお電話したんですよ、タクシーがあると思うんです。誠に申し訳ない、ご心配をかけまして。いえいえ、そこにあのけあのボール作りましたので、あら一言書いてってください。あらごめんなさい、絶対教えてください。あらではちょっと書かせていただきましょう。残念ながら2人しかこれなかったんですけれども、それでもあのやってまいりました。あのこれあの復興を願う気持ちは1000人分ですよね、これね、発揮衆ってですね。あのだいぶあの雨で流れてしまいましたけど、ついにあの応答にやってくることができました。ちょっと見てください、ね、まだねあの仮設住宅でいてはる人もいますし、これあの実はまだあの行方不明になって見つかってはれへん人もまだいてます。この復興の10日モニュメント、これね予想、完成予想図ですけど、こんな感じでちょっとあのみんなの力で行ってやろうやないかと。で僕も、貧しいながらにですね、ちょっと行かせていただきますよ、これ協賛しますよ、僕もはっきり言って。ゆきちくんにちょっとね、ひでちゃん、すいません、ひでちゃんでした。ゆきちがね、さあ何をやってるんだ、一体。ゆきちはいらっしゃ、お出かけ中ですね、ゆきちさんは。ちょっと、ひでよ、行かせてもらいたいと思います。こう、ね、願って。はい、ありがとうございました。2例、はい、2例本当にお粗末様でございました。カット、みんなもあの来てね、あのこれちょっとあの協力しましょうよ。2つ目の OK、はい、じゃあちょっと僕もこのまま行きましょう。あ、撮ってんの、あ、撮ってんの、そのままどうぞ。
ったっけ。今朝な、要はあの千代びたの、この千代びたドリンクを喋ってから来たわけ。運行前点検、あの千代びたドリンクってのチェーン、オイル、ビリビリは電気で、これタイヤ、千代びたドリンクで、ドリンクは酒を飲んでないか飲んでるか、これを朝やってきたところなんですよね。まさか本当に千代びたが出てくるとは思いませんでした。驚きましたよ、これ。うるさい。じゃあ頑張ろう。イエス。